皆さん、日々のゲームライフお疲れ様です。WAP2 のテッシーです。ということで、聞,え、えー、聞こえてますでしょうか今回は失敗ないかなと思ってるんですけど、いかがでしょうか大丈夫かなはい。えー、っと、ということで、えー、週末のゲーム配信の方していきたいと思います。えー、っと、まあ、今回なんですけども、 今後まあ、今回というか今後なんですけどももちろんそのメジャーなゲームね今やったらスプラトゥーン3とかもうえらいことになってますけどもねもうみんなやってますんで配信まあ、ちょっとね WAP2 に関してはちょっと趣向を凝らすというか方向性違っていくかなと、まあ、もちろんね、あのー、スプラトゥーンの えー、スプラス3とか、まあ、メジャーなゲームの配信ももちろんしていくつもりではいてるんですけど、えー、今,回に今回というか、えー、一応、まあ、メインとしては今セールでやってるゲームの中で、まあ、ちょっと気になる、まあ、よくあるんですけどあの任天堂のホームページのセール情報とかの、まあ、ゲーム紹介見るといまいちこうどんなゲームかわからないっていうのよくないですかよくありませんかね 僕はすごくまあ、これレビューのゲーム、まあ、チャンネルやって以上、まあ、ああいうのをすごくチェックするんですけど、まあ、たぶんらく海外のゲームは特に、え、役をそのまま和訳しただけみたいな情報が載ってて、なんかよくわかんないですよ、全然、どんなゲームか。で、実際買ってやってみたら、思ってたのと全然違うな、みたいなところがあるんで、まあ、そういう気になるようなセールのゲームを実際にやって、 え皆さんに、まあど、こんなゲームなんだよっていうのが見れたらいいかなと。で触りで2時間ぐらいやればいいかなと思ってます。はい。これ、音聞こえてます大丈夫ですかねはい。また、皆さんもし見ていただいている方いましたら、えー、とチャットで、あのー、ボリュームとか、またね、言っていただけたらと思います。あのゲーム始めた時の実際のゲーム音とかも、えー、バランスとか、音が大きい、実際あったら言ってもらえたらと思います。はい。 えー、今回紹介させていただく、えー、プレイするゲームが、セルというゲームなんですけど、えー、これね、先月、違うな、7月、7月14日に発売したばっかりなんですけども、定価が1800円で、今30、30%オフで1260円で購入できます。で、どんなゲームかというと、なんか、ゼルダを制作者がすごく影響を受けて作ったゲームで、SF アクションアドベンチャーゲームと。で えー、主人公の女性が記憶喪失で惑星に不時着してでそこの世界を探検するみたいなただそのなんか、えー、この惑星不時着した惑星には実は彼女の,その記憶過去と何らかの関係があるみたいみたいなで、まあ、そういう謎に迫っていくみたいなゲームらしいですはいあミオリンさんこんばんはありがとうございます 音とかは大丈夫ですかねまたあのコメントください。はい。では、えー、もう早速、あっ、ごめんなさい。ちょっとね、早速やっていくんですけど、その前に一つだけちょっといいですか。あのね、ほんと今さっき、えっ、ー、と、もうほんま5分ぐらい前なんですけど、えー w a p ゲーム通信 w a ツーチャンネル登録者数が7500人を突破しました。ありがとうございます いやー、めちゃくちゃ嬉しかった。もうね、始めようかなと思った時に7500ってなったんで、めちゃくちゃ嬉しくて、はい、えー、ようやくね、1万人が見えてきたなっていうところで、いや、これ1万人いったらもうほんまに僕もめちゃくちゃ嬉しいんで、もうめちゃ、それは誰でもそうか、嬉しい。ご <laughs> 意力なさすぎますけど、あの、去年のね、8月か、1年ちょっと前、去年の8月に1000人超えて、 まあようやくこう収益化とかっていうところも達成して、それまでもちょっと長かったんですけど、約1年でまあ今6500人ぐらい増えたんですかね。まあ多分その他のね、チャンネルに比べると伸び率で言うとまあかなり遅いんですよ。はい。なんですけど、まあ今このね、中、皆さん見ていただいて7500人の人がチャンネル登録してくれたということで本当感謝してます。ありがとうございます。はい。まああの、あとはね、もう1万人。1万人と言わず、 10万と、まあ、やっぱシルバーって欲しいですよね。あのよく皆さんあの、の配信の後ろとか置いてますけど、やっぱ憧れますよね。はいまああのいつかね、絶対実現したいなと思ってますんで、はい皆さん、また今後ともよろしくお願いします。ということで、セル始めていきたいと思います。ポチポチッ。なさ <laughs> すぎる。はい でね、もし、まあ、これ完全に僕、やったことない、まあやっは、初見でやるんで、ワンチャンクソゲーというか、可能性もあるんですよね。あっ、不時着しました。翻訳もちょっといまいちらしいんですよ、ちらっとね。 相方みたいな感じですかもう名前も思い出されへんという自分が何者かも分かってないってことですね。宇宙飛行士だったってのみたいな。ね An explanation for everything. So, one thing after the other. Where the heck are we, little guy? I'm the Sell just. セルっていうのは星の名前なんですね。ここのワックスのね。あ、チャップね。チャップ。セルってやつ探しに行くよ。はい。あリエさん、こんばんはあ。ありがとうございます。そのゲーム、先ほど欲しいものリストに入ました。あ、そうなんですね。はい。 ちょっとどんなんか見てよかったら購入してください。さあ、まずこれで操作可能と。はい。あ、この右下にこのマップがちゃんと表示されてるのありがたいですね。で、左上に、これ、ハート3つ。ちょっと小さめなハート。<laughs> もう、明らかにこうゼルダっぽい感じの体力かな。で、操作は ?A も B も何もないな。今のところボタンは何も反応しません。あ、えっ、ー、とね、R ボタンで、 はい、ローリング,ローリングはい、前転。あとは今のところ何も反応なし。はい、あ真ん中にもこう明らかにゼルダのタあれ的なスタミナ的な前転すると減る、はいであはい。減るともう前転できなくなるね。待、はい、ってると時間で回復すると。 ジャンプとかないんやなとりあえずジャンプがないってことは、はい、上には行けませんとね今あ今コメントいただいてるみほりんさんもりえさんもねもう結構昔前からの,あのチャンネル登録者さんでフル株ですよねありがとうございます本当にもう いつもコメントくださってとりあえず行こうかそんな迷うほどのとこないか一本道あオートで飛んでくれるんやねあれハマってもうたら オートで飛ぶけどはまってもうたらあここから戻れるんかはいはい、はい、この影一応このすり横斜め見下ろし視点で嫌いじゃないですけどこのちょっと影に行った時にこう視点の切り替えができないんでおそらくはいそうだね R スティックとかで方向の変換ができなくて、もうこの角度からだけなんで、見えなくなるの嫌ですね、ちょっとね。あ、ここはスプラトゥーンは中止ですかいや、えっと、スプラトゥーンは、えっと、毎週やるっていうことじゃなかった。あ、師匠じゃないですか。こんにちは。はい。そうそう、あの、週末はいろんなゲームをするつもりでいてて、またスプラトゥーンもすることはあると思うんですけど、えっと、まあ、基本的にはこういった まああのオープニングでもちょっと喋ったんですけど、このチャンネル、今、結構やっぱインディー系のゲームの紹介っていうのが多いんで、そういうインディーのまあ皆さんが気になるようなゲームを紹介、今、実際にやってみるみたいなことをメインにしていこうかなと思ってます,ていいます。はいまあ、でも、スプラトゥーンはど,どの道みんなやってますしね、まあ、それもあるし、すごいことになってますよね、まあ、ただスプラトゥーン。というか、早速行き詰まってますね。 エルもジャンプがないからあの宝箱の位置もあるえちょっと待ってえすでにすでに行き詰まったこ,こ調べるとかもないよねえあ梯はしごこのはしご いや、登られへんし。あとゲーム音とかのバランス大丈夫ですかねいけてますかちょっとゲーム音ちょっと小さめかなえあの始まってまずチュートリアル速攻で今迷子になってます。あ,あこっちかこっちやなジャンプは 場所に行ったときだけオートでやってくれてます。こっちか。あ、なかった。あ、インタラクト出てたな。A でインタラクト。あ、これか。はいはいはい。先進めますと。水は基本的に落ちたときに、ね、戻るだけやね。 技術が発展している、はい、スプラトゥーンねあのちょっとずつやってますんでまたあのやれるときやりますわ破壊道具廃棄置き場に向かい木製の障害物を壊せるものを見つけよう とりあえずこっちなんか宝箱あったんじゃなかったっけほらインタラクティブインタラクティブやったっけはいえでもこんなスムーズにいくとちょっとさっきのいけてない方さっき行きたいになるな。 あメタリックチャイルドね、僕、ないんですよ。はい。や、やりたいなと思ってるんですけど、気にはなってますけど。あ、ここの先に行くために、えっ、ー、と、壊す、あれを作れって言ってたね、なんか。でもメタリックチャイルド、評価高いですよね。 にこれ頭がああんか頭を抱え出した片頭持ちこれは何あ,あなんかなんか押したんだあここでセーブができるとセーブポイントオートセーブじゃないみたいですこれねここがセーブポイントねはい え頭痛はこのえー、っと七五三の時のあのアメちゃんみたいなな,なんて言うんでしたっけあの七五三のアメ七五三の時に舐めるアメなんでしたっけあれなんちゃらアメ <laughs> んちゃらアメ <laughs> はいえあこれははい押せるあ押せますはいスイッチ本当にセールが多くていい意味でこうそうなんですよいやもう ほんまね、僕もちょっと言いたかったんですよ、一言ね。えー、っとね、ま,あ、また、あの、まあ、もちろんね、そらあの僕的にはあの、動画のネタなくならずにもう、困らなくていいんですけど、ありがたいんですけど、もうね、夏休み終わったら、ちょっとセールだいぶ減るんちゃうかなって思って心配してたら、R 回避、あついにか回避が出る。あ, <Hey. S 1> あっ何しっ うわためっちゃってくる。ドゥン、ドゥン。はい、行け。あ、ちとセアメ。そうそうそう。ちとセアメです。そうそう。<laughs> なんちゃらアメ。<laughs> そう、ちとセアメみたいなね、先で行きますけど。いや、セールね、ほんま終わると思ったら、またすっごいいっぱいセール出てる。これは、これはこいつ押して止めたらいいんじゃないのね いやもうすごい増えて、もうっていうかあの、この前の忍大がすごかったよね、ニンテンドダイレクト。ニンテンドダイレクトのせいで、やばなかったっすかもう、今回の。もう、欲しいゲームだらけで、もう、で、それに合わせて、めちゃくちゃ、あの、それの前作とか、発表されたタイトルの前作とかが、 セールで、また発売されること。だから、オクトパストラベラー2の発表があって、1とかね、というかいう感じで、いっぱい、こう、新しくど、またドバッと出たんですよね。セールが。あ、これまでインタラクト、インタラクト。動かして、めちゃくちゃゼルダの、まあ、ぽいですね。パズルというか、はい。今んところまだ戦闘みたいなのはないけど、これ戦闘もあるんかな。 で、進むと。で、こっち行くと。いや、めちゃくちゃ楽しみ。で、あの、プレイステーションの方の、えっ、ー、と、ステートオブプレイも結構熱、まあ、い最近ね、ステートオブプレイ結構外れ多くて、いまいちなこと多かったんですけど、今回はなかなか熱かったですね。来た。これはあれ あれれれ取られへん。これなこんかブル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 震えるえこれはまだかさっきこっち行こうただねあのー、まあちょっとスイッチまあ最近この WAP2 の配信でまあほとんどスイッチがメインになってるんであんまりあれなんですけどまあその Nintendo Direct も スイッチの、えー、PS のステートオブプレイもすごいのはめちゃくちゃすごかったんですけど実は僕が一番嬉しかったのはもう何よりも、えー、僕がもう最も愛するゲーム、まあ、何回もあの配信とかあのでも言ってますけど僕はあの龍が如くが大好きで,すでしてですね そのステイトオブプレイの次の日に、龍が如くの、えー、と発表があったんですよ、新作の。それが、あ、宝箱ある。龍が如イトの、えー、発表と、で、まあトはね、2024年発売っていう、あ先さっきのやつや。あここでね、はい。鍵が手に入ります。キーカード。周辺の端末に使用できるキーカード。まあ、これでは多分先の扉が開くんかな。 2024年かまだ1年以上経つまった先か思ってまあそれはそれでも発表もあって映像見て嬉しかったんですけどその外伝がね、えー、来年発売されるっていう発表があってもうそれもめちゃくちゃテンション上がりましたねまあいろんなゲームありましたけど僕の中ではちょっと一番それがもちろんねあとねゼルダの、ね、新作、えーブ,レスえー、ブ,レブレワイの続編ねタイトル何とか忘れましたけど、はい、ちょっと鍵開 なんかスムーズに全然着々と進んでますけど大丈夫これマップ画面とかないでっかい、あ来た。おやつとか、スタート地点が、はい、左下で、ぐるっと回ってきて、はいはい。これ結構広そうっすね、どん。ロード、ああ基本操作あるわ。 えーっと、B で攻撃、あ、攻撃があるってことは、またこの後、やっぱ武器取るね。で、ガジェット1、ガジェット2。で、縦防御。え、結構アクション性強いかも。で、ガジェットを取っていって、ステータス。これなや変な石。頭が痛くなる。<laughs> 変な石。あひ、額に埋まってる。頭に埋め込められてるやん。肉の目やん、ジョジョの。 えーと私が最近ゲットしたのが BeforeWeLeave っていうやつでこのゲームのサントラもあるんだけどこのゲームの音楽を担当したのがベネディクト・ニコルさん,んですあそうなんですねえごめんなさいちょっとただベネディクト今そうなんですねって言って申し訳ないですけどベネディクト・ニコルさんなんか有名な人ですか僕あんま分かってない <laughs> えめっちゃ有名な人キリュウさんめっちゃめっちゃそうあ見ましためっちゃ変わってたんですよねキリュウカズマが そうあのー、オールバックというかリーゼントオールバックっていうんですかリーゼット、はい、じゃなくてねちょっと白髪混じりのめっちゃかっこよくなってましたよね、はい、めっちゃ楽しみです、はい、あこれは多分ここに載せるんかななんかでもあれですね、あのー、結構あれあちゃうんか ここ登るんかと思ったけどちゃうあれなんかあるこれ歯車ちゃうんかえここで登れると思ったらちゃうか 絶対これですよね。あまよいさん、こんばんは。ありがとうございます、コメント。ちょっと待って、これ何これも戻られへん。あ、ちょっと戻れるな。龍がくはアクション派ですかあのね、そう、そこ。いや、あのね、もちろん、アクション。 あっての竜がごとくやと思ってたんで、僕もあの、セブンは最初めちゃくちゃ否定的でした。はい。あの、RPG なんてね。で、今回え、えっと、だいぶ否定された、非難されてましたよね。トも、あの、RPG やみたいな話、発表があって。でも、僕は、もちろんアクションの方が嬉しいねんけど、あの RP、RPG は RPG でやったら、全然、あのー、 いいというか、も、ま、う、あ、あれはあれでありやと思ってますね。ゼルダの続編のタイトルは、ティアー・オブ・ザ・キングダム。あ、そうそう、ティアー・オブ・ザ・キングダムね。はい。ちょっと待ってください。あの、コメント嬉しいんですけど、これ、すまれへんねんけど、なんでえま、こんな始まってすぐ、ハマってもうて大丈夫ここで、いや、どう考えてもここでの、乗るんちゃうのどっかボタンあるえ そうまあ、やっぱりねアクション派ではありますよね。まあもちろんね、はい。でも、RPG も全然、あれはあれですごくね、いいと思ってるんですよね。っていうか、あれやからこそ、まあ、セブンやったなっていうのはもちろんあるんで。いやー、ちょっと待ってください、これ。クライシスコーフ、あー、もちろんね、それも、もちろんそうですね。ちょっと皆さん、あの、これ、謎。<laughs> 早速、はまってるんですけど、 えな何もボタン。え絶対これ乗るよね。これ乗るか、この、アームみたいなのが掴んでくれるかどっちかじゃないいや、でも絶対ちゃうな。え、絶対この上でしょ。え、乗られへんねんけど。ああこっからジャンプするよっしゃー <laughs> よかったもうこっから話進められんかったらもうどうしようかな思って,てそうもうあの一応あのこのゲームが万が一クソゲーやった時にねあの一応予備で2つほど用意してるゲームがあるんではいもう今早速それやるかなと思っちゃいましたね体力は回復せえなあじゃかまたさんこんにちこんばんはいつもありがとうございます いや、っていうか30人も見てくれてる。<laughs> う嬉しすぎるやろ <laughs>。いや、あのー、まあ、ちょっとマイナーなゲームをや,やっていくてまあもうね、これをまあやっぱり一応このチャンネルの売りにはしていこうかなとは思ってたんですけど、まあ一応ちょっと不安はありまして、やっぱりそのメジャーなね、スプラトゥーンとかやってる方が、皆さん来てくれるんかなと思うけど、でも前回の昼や、先週の土曜日にやったスプラトゥーンの時より、人来てくれてますよね。 嬉しすぎる。いや、これめちゃくちゃ嬉しいんですよ。ほんまに。あのー、まあ、配信やってる人とか、これ渡れる無理。はい。配信やったことある人だったら分かると思うんですけど、あのー、まあ、僕もね、昔は、あの、これなんや。動いた。発売日にね、 新作ゲームの発売日に夜12時に勝って、まあ、あのダウンロード版をねほんで12時から最速でやるみたいな、あのー、頑張ってやったりとかしたんですけど朝まで配信して、あのー、見てくれてたの2人とか、はい、もうそういう時期がずっとあってもちろんもっともっと増えたいんですけど ね、20人の人が見てくれるようになったりとかするってほんまに嬉しいんですよね、はい、ゲーム配信なんてねなかなかもう今今もう山のようにいますからやってる人<イ>おいなんか急に変わった、はい、剣,が剣があったようやくようやく攻撃ができるようになりそうですこれまた全然チュートリアルってことやね あのそうですって、あのーね、あ,あれですけど僕のゲーム配信は基本的にもう、あのー、ゲームやってるゲームのことあんまり話す人よりは雑だあなんか敵みたいなのおるぞ敵おるな見て,くれた見てくれると励みそうなんですよほんまにあの一、ー、人でも見てくれててっていうのがすごく励みになるんでやってよかったなってなるんですよ であのやってる途中にちゃん、これスイッチです、はい、スイッチのセルっていうゲームですね。で見てる間にあの、同時視聴者数のところをすごく見てるんですけど、ガクンガクンガクンって減っていくと、ああ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 ってなるんですよ。あムービーシーン。剣が手に入りました。

Z はい、えこれ結構ストローク短いんちゃう、はい、一応このゲームあ今ノリノリさんスイッチっていうのあったんでまた、あ、最初見てなかったんかなと思うんでもう一度説明しておくとゼル,ダの伝説ゼ,ルゼルダの伝説に影響を受けて作られたゲームらしいですあれ、はい、でまだ出てね2ヶ月ぐらいしか経ってないゲームで今セールで 1260円で買えるんで、はいまた面白さやな思ったら買ってください。結構これボリュームあると思いますよ、多分ちょっと待って、これマップちょっと見よう。あ敵おるわ。ようやくこれ右下、下の方からぐるっと回ってきて、やっとここね。はいはい。初バトル。つまりパクリってこと。いや パクリパクリっていう <laughs>。まあでもそれ言っちゃったらもう全部パクリになっちゃいますからね、はい。まあ影響を受けてリスペクトしてるってことですよ。開発者の方がね。はい。あのー、次配信するゲーム配信、あのー、セール動画とかでもそうですけど、あセール見てもらったら分かるんですけど、もっとあの丸々パクってるようなやつもいっぱいあるんで。 ワ、えー、プラさんの動画いつも見ていますセールゲームの紹介やセール情報などまとめてくれてすごく役に立ちますありがとうございますほんま嬉しいあさっ先進めるでジャンプうわ落ちた、okay. like、どっち行くどっち行くさっきこっちかなあもうこっちは行かれへんあ行いける えこんな若えへん見えへんところになんかこういうアイテムがなんか重要そうなアイテムがちょっと出てきたんですけど今たまたま見つかりましたけどなんかやっぱ出てきたなそれうれしないなここを見れないですもんねなんかほんでピンクに光ってるのがあれないあ,れあ体力満タンやから取られへんのか で、これ何おやつおやつえさっき取ったやつ何わざっく。セール情報のまとめ見やすいですね。あと、テッシーさんのしゃべりに惹かれてます。 <laughs> ありがとうございます。あ <laughs> 現在のプレイ時間ってことかで。え右上にあの、位置って出たっすけど、あれ何なん,なんやろなで。さっきの取った大根みたいなやつが、もうないんですけど。ちょっとっこれ落ちて、この先は、もう進むとこべきとこじゃないんか。マップないもんね、これ。 マップないから、大きく。え、剣の持ち主を見つけようって言ってた目的なに今。剣の元の持ち主を見つけよう。そうなの。返すんや、剣。バイオなどや,や,やる予定あやりますかバイオね。 バイオやってほしいんですかねバイオや、や、や、やりましょうかバイオ。今ちょうどね、しかも、えー、4、5、6と、あと1か。全部セールしてますもんね。900。これ、敵と戦闘の時、これ見えへんようなの困りますね、これ。あの、これちょっとマイナスポイントですよね。赤いハーブ、あ、ほら、アイテムとかもこれ、この影で隠れて見えへん方するんで。これ、視点変えられへんの、これ、困んなぁ。 よし、ご了承ご漁師。えー、ガラクタ。はい。ガラクタ取った。取ったガラクタはアイテムにないな。え所持品。おやつのとこもないもんね。取ったやつどこ行くねん。あこれか。ここか。材料。 材料これや。ということは、なんかあの、クラフトしていく感じなんですかね。バイオやってほしいんですかね。バイオ、僕、ワン、ツー、スリーは、あの、もう発売、まあ、当時ね、もちろんそれは、もう、誰もがやってたんで、発売してすぐやったりみたいな。 初期のやつをねやってますからただあのリマスターになってからのやつやってないんで僕やりたいなと思ってるんですよね実はポケモンやるべええあこれ配信でってことですか配信でポケモンやってくれってことですかそれともえノリノリさん自体が今からポケモンやるべえって言ってる感じですかえっ、ー、とやるんやったらあの配信終わってからやって,やってくださいよ <laughs> 見ててくださいよ ハートーあ、これいっぱいアイテム取れるな。まあ、とりあえず集めておきましょう。そうですね。視点変更とズーム欲しいっすね。ズームもないな。あちょっと待って。え、この先何ある <laughs> ?33 人見てます。<laughs> ちょっとプレッシャープレッシャー。え、これ、ここの先に何かある何もないよね。なんでこんなところにこんな気になる。 えとりあえずまず監督先行こうかちょっと行けるとこいきなり増えたないろいろああなんかた宝箱ってインタラクーある敵で,できたちょっと待ってここ行かれへんわ行けそうで行かれへんこれジャンプできへんのうん、まいあ配信でやってくださいポケモン配信か <laughs> ポケモンの配信ね。スカレット・えスカレットバイオレットってことですかやってください。あ、え、まゆさんもそういうポケモンのことですかポケモンの配信か。なんかちょっと肉の目みたいなのあるで。これは <laughs> さっきから肉の目話を。え、これ落ちるかな明日。落ちたらどうなる これあえて押してみたいんですけど、それかこれ、多分ジャンプで届かへんよね。いや、でもい、あえて言ってみましょうこの。こういうの一応やっといて、そういうことができひんっていうことを理解した上で、ちょっとセーブだけ先して。あ、ちーまるさん、こんばんは。ポケモンの配信か。ポケモンの配信って僕、多分ね、あの、いや、チャンス多分ね、その皆さんより僕、ポケモンそんなにね、詳しくなくて。 あの、まあ、もちろんあれですよそ初期とかのあの、ポケモンは全部言えますよぐらいの知識はありますけどそうであの、アルセウスもやってましたしなんですけどポケモン好きな人たちのレベルに多分僕はそこまでこうついていかれへんのちゃうかなちょっとこれいきますねちょっといっぺんここ,のここ飛んでみますわそんなもんかいなああ ちょっと待って、落ちた、死んだことによって、この上に上がってくれたな。なんか落ちたときの戻され感がむっちゃ早かったっけど、これ、でも木なんね、これ。絶対なんかあるよね、この木。肉の芽みたいなやつ。もう一回落ちよう。あこっちから回り込めただけの話か。はい。PS5 持ってます。 あの二、ー、週ぐらい前に多分あのデッドバイデイライトの配信しているんですけどそれ PS5 でやってますちょっと何しようかなうろちょろしだしたらあそうかあのインタラクトをインタラクトをしようとりあえずはい体力。結構あの体力回復できるな これで、あっちのドアが開いた。はいはい。でもこ、あっちのドアは開いたけど、こっちのドアは開いてませんと。いや、これ気になんな、ここのこれ。これ何なんやろな。ま、でも多分、たぶんまだたぶんやっと。あっ、ちょっと待って、でも、宝箱のマップ見たら宝箱の絵描いたんな。あ宝箱あるんか。よし、行こう。はい。<laughs> え めっちゃ <laughs> ゲームオーバーの出方冷たないこれゲームオーバーえこれはまだ行かれへんかちょっと待ってこのインタラクト終わってるえどこで死んだっけこれやったっけな なんか今度歯車取ったえなんか取れる取れる材料めっちゃあるないっぱい取れるなあこれまでやってなかったかやる前やったかそうそうもちろん買えますよはいえこれ剣では無理 あ、倒せたでも、無理やわ。間に合えへんわ。たぶん、11で。いや、これなんか、たぶん、方法あるな。あ、で、今のところの、あ、そうか、何もしゃべなかった。このゲームの、えっ、ー、と、今、僕の中では、今のところ、もちろん、その、さっき言ったあの視点変更できなかったりあるんですけど、え、ゲーム自体は、だいぶ面白いですよ。 今のところね、はい、先がすごく気になってますあこれだくはいはいはいで,でマップが広いっていうか結構僕あの方向音痴じゃない方なんですけどあそうかこれもあれか でここはまだ開けられへんのか。でもこれ、ここ開ける必要ないもんな。また鍵を探さなあかんと。え、こっちもった。ちょっと待って、ちなみにえ。ちなみに皆さん、スカーレットとバイオレットどっち買うとかってありますいや、なんか配信らしいこと聞いたな <laughs>。はい。ちょっと待って、マップが。 マップがなんか全然、あ,あ見えた見えたいな。あ、これ、ちょっと待って、今の全体図。あ、やっぱだいぶあるな。で、これの、これのズームはできんねんな。これを入れてくれよ。あ、ほんで、あそこに行けって、ちゃんと分かってる、分かる目的の場所を教えてくれてるわ。 意外と親切なところもあるし、まあ、僕はまあどうなんやろう、まあ、スカーレットの方がもちろん多分発売人気はあるんちゃうかなと思ってますけど僕バイオレット買おうかな思ってるんですよねなんか理由あったんですよなんか理由あったんですけど忘れた 多分えっと、あれこっち行かれへんの、ね、あ下から回らなかにや。ああ、なるほどな。はいはい多分あの、伝説ポケモンの、あの、あっちの方が、なんかその、バイクみたいな時かっこよかったみたいな感じだったんじゃないかなと思うんですけど。はい。 今回ね、あの、伝説ポケモン最初から、ほぼ結構前半から使えるっていうか、ちょっと立ち位置がちゃうんですよね。DS のダイバーで、ダイパーで最後です。ポケモン、面白いんですかめっちゃ面白いです。返答めっちゃ早かったですよね、まヨさんの。めっちゃ面白いです。でたまたますかね、これ。ダイパーで最後。うん、どうなんですかね あのー、面白くないことは絶対ないですよね基本的にまあ間違いなく面白いと思うこの回路は何やねんよしこれもちょっとあ遠いなこれは壊されへんので押して えあここいけるなそうえ見ててどうですかね面白そうに見えますよねこのゲームあもしかしてあれですかねまよいさんめっちゃ面白いですっていうのはこのゲーム面白いですよって言ってくれてるんですかね先にやってて何かあったあこの剣の 縦っさフリスビーみたいな縦ああ出たなったそしたらあんなっさい縦無理やな ZR で構えるはいはいあこれであの宝箱取りに行けるんちゃいますよっしゃよっしゃ剣の持ち主死んでたんですねえちょっと待って 今外の、外、の外雨降ってるみたいなんですけど、土砂降りや。え土砂降りなんですけど、すんごい音聞こえてて。ポケモンはルビー、サファイアで止まってます。やっぱり結構そういう人多いんですね。ダイパーで止まってますとか、ルビー、サファイアで止まってますとか。あ、なんかちょっと安心しましたね。あ、縦出た。縦出た。これで、さっきのやつは受け止めれる。ポケモンが面白い。あ、ごめんなさい、ポケモンの方ね。 そうあの遅延がね、どうしてもあるんで、僕僕の配信、結構、あの環境が良くないんか知らないけど、遅延結構あるんですよ。台風来てますよ、そうですよね、台風来てるんですけど、いや、でもまだ多分大阪大丈夫やと思うんですけど、めちゃくちゃどしゃ降りです、今。あの、僕、配信してる場所が家ではなくって、はい、あの、 離れたところでやってるんで、離れたところって言うとあれですけど家じゃないところであのこういう配信をやってるんですけど絶対これそうやんな困るなああ,あなるほどスタミナ減るんや縦で受けたらスタミナ減るからずっとは無理ゴリゴリ行ってはいで、宝箱とで鍵やね 分かってるよ、鍵やん。絶対鍵は持ったわっていうか、カードキーちゃうんすね。キーカードなんですね。それはちょっと気になりますけど。なんかあんまり、まあ、一番最初に、ちょっと迷子になりかけましたけど、まあ、もちろん、まあ、今最初やから、まだね、前半あれですけど、スムーズに進んでますよね。 これ先進めるとスイッチのポケモンすごく面白かったレジェンドアルセウスとケンタテねはいそうなんかでも僕その意外っていうかアルセウスがなんか思ったより売れへんかったなと思ったんですよねまあまあ売れてますけどその、まあ、今回スプラトゥーン3すっごいことになってるじゃないですかアルセウスももっとすごいことになるんかなと思ったんですけどあとトモさんこんばんは それでこれ縦とわっ縦防御とダブルなこいつさっき倒そうあっ敵も敵もやられてくれるこれ嬉しいなはいはいそうアルセウスめちゃくちゃ面白いと思ったんですけどあなんか そんんななになんかそうも,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 もちろん話題になりましたけどももも,もちろん言いましたけどはいなんか僕はもっと社会現象が起こるんじゃないかぐらいのヒットにな,なるんちゃうかと思ったらそこまでやったんでやっぱりその完全新作と言ってもそのナンバリングじゃなくないとそういうことなんかなとで逆に今回の「プラトゥーンのもの盛り上がりは やばないっすか。そこまでやと思いませんでした。てか、これ帰ってくる、帰ってきてるだけですよね、場所。行ったところから帰ってきて、あの宝箱を取りに行ってるんか。あ、そうか、もうでも剣で、あ、なるほど。そうそうそう。剣で、あそこの右下の、ここやね。ここ、ここね。ここが先進めるようになるから、ここに向かってるのね。はあ、はあ、ははあ、ぐるーっと回って、はい。なるほど。 あとあのはしごの上やなああ危ない危ない忘れた忘れた,忘れたはい縦ではいはいはいいやスプラトゥーンってそこまで人気あるゲームやったっすかねそうみんなスプラスプラもう配信すまあ、ポケモン史上初めてのオープンワールドそうね までも次は完全な、完全オープンワールドっていうことなんで、次のに使われとかね。あ、猫伯爵様。猫伯爵様。<laughs> ごめんなさい、猫伯爵さん。<laughs> ごめんなさい、あの猫伯爵がね、僕なかなか言いづらくて。はい。こんばんは。スプライヤバいです。面白すぎてや,やめなきゃ分かんない。あ、やっぱそうなんですね。 いや僕ももちろんねあの、先週もやりましたけど、もう下手くそすぎて、<laughs> でもあの配信見てて思ったんですけど、結構、あのジャイロ使ってない配信者多いですね、芸能人とかでね、はい、意外とみんな使ってないな思って、そんな、なんかもう配信、あれに固執しなくていいんかなとか、ちょっと思うようになってきました。 これれ縦で守れんのちなみにいけるなはじけるなあこれワンチャンパリーあるな見えないいやいいんじゃないですかいや面白いですよ面白いというか、はい、全然あのクソゲーではないですね プラトゥーンの縄張りは初心者でも入りやすいですからね。あ、そうなんですね。僕はあのその、もっと言うと、その、その訳けもよく分かってないですよ。あの、その区分けっていうんですか。はい。どれをやれば初心者がいいのか。僕は、あの、あればっかりやってたんですよ。あの、インターネット、え、オンラインのやつね。あこれで戻ってこれた。はい。はしごを下ろして、よし。 適当に名前縮めて読んでくれていいですよ。あ、わかりました。あの、伯爵が僕苦手なんで、猫さんでいきますね。<laughs> hey, 何か変わってないかな s <S 2>, ?2 をやり込んでた税,あ税なので、新しく覚えることは少ない分楽しい。ああ、やっぱりそうですね。僕、2がね、そこまでやり込んでないんですよ。2も持ってたんですけど。ね、300万以上ですよね。いや、これね、で、 今回のこのスプラ3のちょ。敵こんなおらんかったよね。スプラ3のおかげで僕、ちょっとね、あの、1個被害被ってまして、被害、まあ、言い方悪いですけど、ちょっと困ってましてですね。あのー、こっちあったっけこっちなんかあったっけそう、僕ねー、 こんな見えてない、この来られへんところでも気づいて追っかけてくんねや。今、めっちゃ走ってきてたな、こっちに。こっちで何もなかったでしたっけこっちに行ってもしゃあないんか。あのね、ちょっととある事情で、スイッチの本体をもう一つね、買わないといけないんですよ。ほんで、勇まあ、まあ、それこそ勇有機えるしか嫌なんですけど、もう絶対。 出た。出た。アメリカンジョーク出ました。え、こっちか。あ、こっちでよかったんか。こっちでよかったね。あ、でもあの宝箱。え、ちょっと待って。あの宝箱って取れるんかな。ちょっと。そう、ほんでね、スイッチが欲しいんですけど、1週間前まで本体売ってるの見てたんですよ。1週間前、UKEL も売ってるの見たんですよ、僕。んで、 いや、これはいあれこっち渡られるようなあえ、ええそうほんで余裕かましててあれこっちジャンプできへんようになってるあするわねえちゃうわこの宝箱も開けてるわ あれ、こっちはもういかんねんかもじゃこれでもクラフトとかまだ全く出てけえへんから、だいぶ、ボリュームあるんちゃいますこれ。あ、そうか。ほんでこれがここにと来たところで、はい、はい、はい。納得しました。あの、スプラ、もうこれ絶対スプラ3の影響やと思うんですけど、本体もうどっこにも売ってないんですよ、今。でも、 めっちゃ探してるんですけど、どこにもなくて、あの、10月の半ばぐらいまでにね、ちょっと必要なんですよ、有機 EL が。であの、皆さん、ちょっとあの、大阪の、大阪でスイッチ手に入れる情報あったら、またあの教えてほしいです。いや、困ってるんですよね。スプラの限定の抽選、外れ続けてます。田舎なんで普通の有機 EL は売ってますけど、都会を売り切れちゃったあっ そうなんや、普通の売ってるんや。限定はね、も,うもちろんもう、僕、限定はもう全然、あのー、求めてないんでいいんですけど、限定、抽選外れるんや。もう今、全然あれなんですよね。なんか、今日見に行ったところも書いてましたわ。スプラの限定、いついつまた抽選しますみたいな。すごい人気っすね。u 城 l 普通に売ってるんすかちょっとあの、お金払うんで買って送ってほしい。<laughs> <laughs> そういやまあでも多分ね10月中旬までにやったら多分間に合うと思うんですけどねそうほんであのー、取り置きとか予約もできへんからねもう今そういうのもやっと帰ってきたはいようやくここのステージが終わりでこれがまあおそらく今でチュ,チュートリアルかなこっからが本番って感じなんですかねあの回路7個持ってんの何なんやろなあれも そういえばまだガジェットも何も一つも取ってないもんねガジェットね、はい、ただ言いたかっただけですガジェットなんかかっこいいですねガジェットねもうご利用しでいく、はい、こハートとかもやっぱ増えていくんかなボス戦とかもあるんでしょうねあね、ほら出たこの見えへんやつもうこれがこれはちょっと困るね 見えへんのよえっ、ー、田舎ってちなみに何県とかあんま言えないですか <laughs> 何県や？近かったら行こうかな <laughs> うわこれ分かりにくいな テシーさんは積み毛になったりしませんかいや、あのー、僕のスイッチの今、あのー、見せたいぐらいですわ。<laughs> 積み毛だらけです <laughs>。はいあ。あとね、そう、あ、これも、こ,のこれも話しよう思ってたんですけど、そう。やっぱりその、とりあえずね、やっぱりこの配信で動画作る上で、やっぱりや,やろうと思って、いっぱい全部買って、ちょっとやって、 クリアまで銭と捨ててるゲームなんかはもうめちゃくちゃありますし全く触ってないゲームももうめっちゃありますねというのも、まあ、それももちろんその忙しいっていうのもあるんですけど北海道は北海道かちなみにあの WAP2WAP2 はですね 僕と、もう一人のスタッフと、で、編集して、配信してやってるんですけど、えー、もう一人の人間は北海道にいます。はい。で、まあ、チームがあるんですけど、いろんなチャンネルのね、配信してる。で、チームはみんなで4人でやってるんですけど、あ、5人か、5人でやってるんですけど、2人は、2人は北海道です。で、3, 3人が大阪でやってるっていう、はい。だから僕ちょ、ちょこちょこ北海道行ってますよ。はい。 まあ、ちなみに8月、北海道行く予定してたんですけど、その時はあのコロナになっちゃって行かれなくなったんですけど、あのー、北海道最高ですよね。え、今いる新潟新潟日本人や新潟に売ってたん嘘買っといて <laughs> 買っといてさあ、来ました。新しいエリアに。これ新しいエリアやね。 もう北海道大好きです、僕。はい、あの住みたい、北海道に。ぐらいですね、はい。北の国から大好きですし、水曜どうでしょう、大好きなんで。北海道、最高です、はい。あ、それこそ、ちょうどあのー、今、僕、その北海道の、えっ、ー、とー、 スタッフからほんまに昨日その大阪に言って土産くれてはいそれがもうなんとあの北海道テレビの HTB のオンちゃんっていうあのキャラクターいてるんですけど「水曜どうでしょう」でよく出てくるねそのオンちゃんのぬいぐるみくれましてめちゃくちゃテンション上がりましたありがとう言うあストーリー ボスもしかしてあこれボスっぽいちょっとどこ,どこどこどこあこれかちょっとこれえめっちゃるえあれ攻撃できへん何かなんかできたなんかあのホッキ貝の貝のあれみたいなのができたベロ,ベロが うーわーこれギリギリ間に合うなほんでホッキガイ出てくるからはい出てきたホッキガイをはいなんかいまいちいけてんのかどうかがよくわか<ー>あわかったわかっい。こっちよけてあっやばいうわー死んだちょっと待ってあっごめんなさいコメントえ そうなんですね、涼しいですよ、雪がなければ。そうなんですよね、僕はあの冬に一回ものすごい豪雪の時に行って、北海道でもこんなことあんまない、札幌でこんなことあんまないですよ、いうぐらいの時に行ってね、はい、すごかった時あれちょ、もう一回セーブし、これ毎回セーブせなあかんのかな、ちゃうかな。おんちゃんはなかなか2、そう、おんちゃんね、おんちゃん嬉しかったの、いぐるみ。スマホゲーム、スマホゲームね、あの、僕、 そうなんですよ忙しいんですよねあの、新潟全然ホテル取れなくてなんでかなと思ったら、どうでしょう、キャラバンのせいでしたあた自分、安田さんの出てくる回は基本神回だと、あやっぱり、えまさかの,その新潟で今、今どうでしょうの話し,したら、どうでしょうの話題が出てくるって、すごいつながりやな、奇跡、そうですね、安健が出てる回がもう最高ですよね、スマホゲームやりますよ。 ね、スマホゲームも僕今ね掛け持ちで三、えー、3つぐらいやってるかなはいでそうなんですよね配信でスマホゲームっていうかこのまあ Web2、まあ、で今ソシャゲを扱う予定は今のとこないんでまあやるかやれへんかまああれですけどそうそれあれえこれ縦で受けれるんかなあああベロベロベル出てるんちゃうやっぱりほら 見えへんのよどうこれちょっと縦でよけれるかやってみるいける無理いけるいちょっとだけ減ったなはい僕はあのめちゃくちゃやり込んでるソシャゲがスマホゲームがありましてこれでこっから来んねんな爆発がよしよし あーこれダメージでかいなうわジャンプできなんのだベロベロベロ,ベロいやこれもう一回あるなうわー真相これダメージ回復できへんこれうわこれむずいんちゃうえ回復する <laughs> ちょっと待って はい、スマホゲームは、僕はとりあえずあの3年ぐらい、1日もログインすることなく、忘れることなく、欠かさずやってるのが、プロスピですね。プロスピです、ねはい、プロスピ,ロスピはもうめちゃくちゃやり込んでます。はい、<laughs> 野球のゲームですね。あの野球好きなんですよ、僕、基本、結構、プロ野球はね。 でプロスピはもうめちゃくちゃやり込んでますだからねあとねドラクエウォーク阪神の皆さん本当に熱心ですもんねあそうですねすっかり有名になってミスターこと鈴井さんの地元の近くに住むあそうなんですねいやいいじゃないですかちょっとこれ3回目の <laughs> えこれ体力回復できへんのかなスキップしようスキップはい ちょっと待ってこれ,これそうかおやつおやつがないんやもんなこれもう自力で行くしかないんかなかなかんちょこれちょーこれはいけるこれはいけるこれはいけるはいで貝が出てきたらそんな水曜ドイツの話ばかして大丈夫かなこれやられるんじゃよし間に合った間にああやられた 当たるな。そうあのー、ね北海道テレビがあ,のあそこの公園行こうと思ったらもうなくなるんですよねでこの前最後の機会や言うてたのに行かれへんがって雪で行,かれ行けなかったんですよあーしまった今ええー、感じでよけれてたのになこれむずない やばいわまた一回あと一発やないなこの一回よけれたら勝ちやなのなこっち来んねんそうそう大体反対が来るの分かったほらほら,ほらでこっち来るほらあーっとまた来るよっしゃこれいけんちゃうあよっしゃ倒した、はい、はい、大体対角線上にビームが出るっていうことがなんとなく分かったから 急におっさん出てきた。こ、出こときた。これいきなり出てくるやつは実はワルモンか、めっちゃ仲間か。どっちオーおばあってなに君はあいつら仲間じゃないよな。こいつもあれかま、いイゴ。あいつら。 もう1時間やってるんや <laughs> 抽選から来たんだよなちょっとしゃくれ具合が気になりますねこの子ねあんたセルってえセルって星の名前惑星の名前って聞いてたんですけどあついてこいあごめんなさいちょっと待ってください,いっぱいなんかコメント来てんなコメントえー、っとどこのファンでしょうボスのあこいどこのファンだししうあ野球ね あのこんな関西弁こてこてでもう大阪や言うてるのに僕は超ジャイアンツファンです <laughs>、はい、裏切りも <laughs> ボスの攻撃範囲表示されてるので気をつけてあそうです、ね、チームラさん、本当にすごかったです走ってる車どうでしょうセッカーだらけでしたミスターさんの地元近くいいですね,ね羨ましいですねほん、ま、地元のホームセンターに普通に鈴木さん買い物に来てたりするんですよえーそうなんや。 あ主人公しゃくれてないああ僕と同じタイミングでナイトメアさんも思ってましたどうでしょうばかり話ばかりですみません。そう、しゃくれてますよね。そう、やっぱりみんな思ってたんや。いや、俺もなんか、えらいしゃくれとんな、思ったんですよ、今。ちょっとあの、クッキングパパレベル的な感じですよね。そこうセーブしょ、こうセーブ。し今、死んだ、えらいことや。ただ、体力がない。 まさかのジャイアンツ、巨人ですか、巨人、<laughs> みんなめっちゃ来て、え、あかん、あかん、え絶対、を阪神や思いましたあのー、そうなんですよ、ひねくれもんなんですよ、これ分かるでしょう、僕があのどんだけ性格ひねくれてるかっていうのがね、そう、あの子どもの頃はね、すごくね、あの生きづらいかったですよね、はい、僕,ら僕は子どものころはサッカーなんか全然あのメジャーじゃなかったんで、みんな野球で、なんも見えへんやん、これ。 そうみんなやっぱり野球やったんですけどもう学校のクラスの95%ぐらいは阪神ファンなんで、はい、クッキングパパクさめっちゃクッキングパパチックじゃなかったですかあこいつも戦ってあ,あ倒してくれるんやありがとうハートもらったハートだけ横取り また,また肉の上で,できてなこれはこれは、まあ、多分絶対後から何かありますよねこれだって明らかにこう周りもなんかこうちょっとエフェクトあって動いてるしもこ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 。自分ロッテです千葉出身でもないのに大阪で巨人はよく公言できましたねそうなんですよね 今はね、多分そんなことないと思うんですよ。結構、大阪でもヤクルトのファンとか、中日のファンとかもおるやろうし、そう当時はね、もう近鉄ファンか、ね、あ近鉄言ったら通じるか今、今のオリックスね、はい、オリックスブルーウェーブ、えこれ話こう読まんでも大丈夫ですよね。そんなストトーーーリーあハート こいつがどんどん倒してくれる。ありがとう。え、そっち行くのこっちも行けるけど。あ、行かれへんのか。えーファクトファク、フックショットみたいなの出そうですね。あー、なるほど。フックショットで飛んで、あっちにね。それま,じゃま,だまだガジェットが全然出てきてないですもんね。はい、飛んで、はい。おんちゃんの中の人、めちゃくちゃ面白い人。 『水曜どうでしょう』で一番面白かったのが、スタッフが車の中で大爆笑して、金、はい、で通じてしまったら分かりますよ <laughs>。そう、ね、ンちゃんの中に入ってる人、はい、めちゃくちゃ面白い。もう今、役者さんでね、もう、全国的に、ンちゃんの中の人って、あの、本物入ってる人ちゃいますけどね、その、どうでしょうの時だけ入っ,てくる入ってる人ね。今やもう、大泉洋ばりの役者さんですからね、もう、有名なドラマ出まくってますもんね。 あんななことになるとる思ってませんでしたけどやすけんね金鉄結構いてまいりませんあ通じるんや、はい、ちなみにねあの僕ジャイアンツファンなんですけどあの奇跡の日を見にあの僕野球,野球の話して大丈夫ですか龍が男に出てますからね そうですよね。そうそう、セブンにね。そう、今、ちょっと野球の話ばっかり考えて、今。<laughs> そう、竜がごとく、セブンにも安健出てますからね。はい。めちゃめちゃ嬉しかったです。え、ちょっとこれ、こんな喋りながらやってて大丈夫あの、迷子になってないこれ。あのおっさんについていくだけでええやんね。これ、こっちとか関係ないもんね、もう。よりマップはもう、ひたすらおっさんの後ろについていってるだけで大丈夫これ。いけるな。ど、ここに行ってんのか。 謎の人物についていこう言うてるから、ついていたらいけますよね。全然把握してないけど、ゲーム、大丈夫かなおっさんの声じゃあったあったあった。え、何の話してましたっけあそうそう、僕ね、あのー、オリックスがリーグ優勝を決めた。 北側の代打逆転満塁さよならホームランの試合見に行っているんですよ。そバックネット裏で。めちゃめちゃ嬉しかった、あれも。めっちゃテンション上がったです。あのね、巨人ファンですけど、あれはね、しかもそんなね、僕、オリックスの試合なんてめ、ほんまにめったに見に行くことなかったのに、たまたまなんか、見に行った試合が、優勝決まるかも分からんみたいな試合で、ほんで負けてって、 あ、もうあかんかと思った時の、代打逆転満塁さよならホームラン、ね、すごかったっすよね、盛り上がり。あの、全然知らん、全然知らん、横のおっちゃんと抱き合いましたからね。ほんまに。もう、テンション上がりすぎて。あまりのテンションに、ちょあ、あのおっさんで、ね、なんかついでかんと、こんなところ宝箱見つけたけど、大丈夫かな。ざっくり出したマップ、すご伝説の一体そうなんですよ。 いやあれはすごかったっすよ。まあ、ね、やっぱりでもね、その、どっちかというと盛り上がりはその,その時だけやったんでその、ずっと負けてて、あ、もう今日ないか優勝みたいながっかりムードで最後だけブワってなったっていうのはあって、なんかあるな。今日はセルでの初日。無事乗船できてと点てもワクワクしてる。他の人の人には申し訳ないけど、今は自分を優先しなきゃ。誰かのログが出てきた。 ここっっっっちさっき言ってるけど大丈夫お,っおっさんの方先行こうか、はい、そうでもねやっぱほんま優勝決まる試合ってやっぱあと1球とかねあと1人みたいな感じで盛り上がっていけるいけるみたいな感じのところで盛り上がるっていうのが良かったと思うんですけどそれはなかったんですけど最後の一瞬だけなんですけどもうぶっかー盛り上がってねほんまにあの頭おかしなるかないうぐらいブチ切れましたけどねあれほんま盛り上がって。 ほんまに全然知らんおもっさんとねうわー喜んではいええんか思ってたんと違うぞもっとこういう世界やと思ってたら普通にいっぱい人無人島やと思ってたら街があんねや。 しかもすごい発展した近未来的な。でもこっち行きたいけど、この家、もっとこっち気になるな。これが気になるのと、あとあの右上のあのハチっていうあの、スマホみたいなのがずっと出て、映ってるあのハチが何か気になるなえ、このマップのこっちはヒロインか。え、さっき行った方がええんかな もうおっさんについていけてめっちゃうるさいもんな。めっちゃいけるあっ。なんかめっちゃマップ。あ、これ、いかれへんってことまだ。なんか、正気みたいなのが漂ってるか。いったら死ぬんかな。あ、そんなことないわ。いけるわ。え、なんかまだまだいけそういかちょっとやっぱり、おっさんの方戻,戻りますね。 テンション爆上,爆上がりそうそうもうホンマテンション爆上がりやったっすねえこんな話ばっかりしてて大丈夫ですかまあ視聴者の方減ってないから大丈夫ってことか <laughs> えスマホのゲームとかいや昔ねスあそう僕そうスマホのゲームの配信とかっていや どうなんですかね僕、昔一回スマホを取り上げて番組でやったら、全く視聴数上がらなくてやめたんですよ。寄り道したくなってしまうんですよね、これ、ね、PS のサブスク入ってますよ。あ、サブスク入ってますけど、あのー、一番下です。いや、あのね、真ん中とか上入ろうと思ってるんですけど、 ちょっとくなそうやりたいゲームもいっぱいあるんですけどもうそれどころじゃなくてはい何でもうもうどうせエレベーターに乗ろうえこんな寄り道テンや大丈夫かな時間かかるから準備ができたら押してくれ俺はここで待ってるあやっぱ待ってるって言ってくれてるからちょっと寄り道しますわなんかこんな進んじゃったらもう そうもうね、スイッチのゲームでやるだけでも精いっぱいやから、もうその昔のゲームとかをね、今、ほじくり出して、もう一回やるとかになってもね、もう多分ね、もう、落ち、落ちつかないんですよ。だからもう、多分入ってもやらんやろうなと思って、今、やらずに置いてます。サブスク入らんと思って。え、何固まってます、すチャップ、紅葉。 えここまた音声ログあるけどこれ取られへんよね今こいつなんかあるこれなんかピクピク動いとんなセーブポイントもある一応セーブポイントは常にセーブしようか今ならいけるんじゃないですかスマホのゲームも私は見に来ます <laughs> いやただそのスマホのゲームってやっぱりね何やるっていう話なんですよね 結局はお金課金してる人が強いですからね、スマホのゲームってもう。えー、なんかめっちゃ広いな、急にマップめっちゃ広になったな。何から手つけてるかわからんぐらい広くなってきましたね。ちょっとマップを覚えましょうか。この上とか登れんのスマホ、あ話せる。 マージャ避難所ね。スマホのゲームなぁ、何する何するっていうところなんですよね。 結構おるなマ猫,の猫ゲームストレイねやり,あやりたくてゲームはグレード上げましたが時間なくて他のゲームは全然できてません、はい、ストレイ僕もめっちゃやりたかったんですよほんでもう僕もストレイのためにグレード上げようかなって思ったんですけどそうあのというのもねあのー、これも配信で何回か言ってるんですけど僕今もうゼノブレイド3に もうどっぷりハマっちゃってましてもうね正直あのもうずっとあのゲームのことを考えてるぐらいもうハマってますはいだからもう他のゲームがね手に付いてないんですよ今や他のゲームやっててもノブレードやりたいなってなっててあれめちゃくちゃ面白いんですよねいいゲーム多くてしょそう 超過しきれないですよねほんまにちなみにそうツイートツイートしようかなと思ってたんですけど昨日、えー、とゼノブレード3プレイ時間が、まあ、ようやくもう僕もやっぱりその時間がなかなかなくてなんか今,今ンインタラクト言ってたなここれ何やこれやあ人かようやく昨日ね、えー、プレイ時間が100時間を超えまして そうだからね結局そのゼノブレードとかゼノブレード3とかで100時間もやってるから他でやるゲーム時間がなくなってるんですよね <laughs> あれ今もかなえ何を今もかなっていうのはないですか あれ今もかなどういう意味やろう、はい、はまり続けてるんですね。あ,あそうそう、今もね、ゼノブレイド3にハマってるんですよ。鈴木みたいなずっと遊び <laughs> あ、もしかして、1回目の配信を見ていただいている方ですかあれほんで、俺何するんやったっけあ、もうエレベーター乗るよこれ寄り,寄り道 <laughs> もう進めていきましょうか。ね、ええどこやったっけここ いやめちゃめちゃおもろい。ああ、今もかなあ、配信中に。いや、それはないです、さすがに。<laughs> はい。でも、あのー、あ、ちょっとストーリー止めますね。 やっぱこセルは宇宙船あ、惑星のことじゃなかったんやん。あ、もしかして、このここが今は宇宙船のことかなそれはちゃうでかすぎるえ、やっぱそうだね。えいやね おでこに石刺さってるってお <laughs> すごい答えでちょっともっと重要しようそんななんかちょ,っとちょっとしたなんか出来事軽い出来事みたいな感じでなんかあの流すのやめようよ まとめますと <laughs>、まとめてるんかわからんけど、<laughs> だからこれ、だからセルっていうのは、星じゃなくて、これ、でっかい、めちゃめちゃでっかい宇宙船ってことなんですよね。ですよね、多分で、そこに、ちっさい宇宙船で、不時着して、記憶失って、リード、この子がね、迷い込んだと。で、みんな、これ、今、止まってる宇宙船に今、おるっていう話、みたいです。 ゼノブレードエロいからなあのねえっ3やってます ?3 そんなエロくないんですよあの2はもうあのもんもんとしましたけど <laughs> 2はもんもんとしましたけど3そんなエロくないっすよちょちょ,ちょっとだけちょっと5秒待って待っていいですかあーすいませんちょっとあの 部屋がむちゃくちゃ暑くてそんなにねエロくないんですよ。僕あのどっちかって、まあ、そっちを期待してたんですけどね。はい。3はね、全然です。手作りな階級制度。長老にあたりね。 生存僕はあのこの和訳を和訳を何となしにニュアンスで理解するのがすごく苦手でねそう用芸ってそういうとこが僕あんまりねちょうどそうなんですよちゃんと自分の中で理解でききれないんですよ とりあえずこの小屋に上がってはい行きましょう、えー、私の方はテトリスエフェクトプレイ時間いやこの前も言ってましたけどすごいっすよねテトリス930時間やってるってねだから僕のゼロブレード100時間なんでまあ平でもないんですけど今現在週末限定のイベントブレイ中へードあえじゃがわたさん お疲れ様でした。またお願いします。はい、あのー、そうなんですよ。僕ねゼノブレード三ねでもね百点ではないんですよね。もうめちゃくちゃハマってるしめっちゃ面白いと思ってるんですけどえっとーまあ九十九点 <laughs> かな <laughs> はい。ただその一個だけその僕の中でそのゼノブレード三に対して不満があってそうあのねー。 あれ小屋ここの上行けって、これ何やねん、この v v これちゃうんか。ラストラス買ってないっす。あのー、いや、さすがにね、もう、いや、あれはもう配信用でしょ。もうみんな配信してますけど、ワインやってる人は、あれはね、そこまでこう、めっちゃ綺麗し、あれやけど、っていうことで。 僕は買いませんでした、はい。もうそれをやる余裕がないと思って。そう、それがもう、こうなんかちょこちょこ,こう動くのあるけど何も別になできへんな。でガジェットいつ出てくるのそう、えっ、ー、とね、その僕唯一、えー、そのゼノブレイド、まあこれはね、あの、反論される人もおるかも、まあその、ね、そ僕が多分人気 YouTuber とかやったら、 あの炎上してしまう可能性もあるかもしれないですけど全体的にねその暗いんですよもうトータルストーリーがでまあそこ好みやと思うんですよあの2とかはあの感じが逆にあかんっていう人も結構おったと思うんですよあのキャピキャピした感じのあの明るい感じとそのそとさっき言ってたエロい感じとかねそ,しそうヒロインがもうすんごい 胸ね、してますから。あ、そうなんすか一度はプレイした方がいいマジっすかえ、ワインやってたとしてもやった方がいいってことワンっていうか、やってたとしてもやった方がいいんすかそんなにあ、僕は結局一緒なんやろうなと思ってやってないんですよね。え、ちょっと待って、おじいさんどこにんで、ね、話行かながんな。え、小屋の上駅言うたのに、これちょっとマップ見てわかる あ、マップ開かれへん、あちゃうわ。そうなんですよ、もうね、その明るいシーンがほとんどなくて、その、まあ、ちょっとした小ボケ的なところもないし、ほとんど真面目やしね、みんな、あの主人公たちが。で、ちょっとこう、ほっこりするシーンがあんまり少なくて。 ずっとやっぱりどんよりしたあの暗いテーマがもともとやっぱそういうもんなんでしょうがないと思うんですけどこここっちかなこっちでいいんかなこれやなごめんやったことなかったらですああそうですねはいそうそうそうやっぱそうですよねやったことないやったら絶対やった方がいいと思いますよねあれは,はいもうそれはもう絶対そうやと思いますストーリーでテンション上がる場面が欲しいとテンション そうですね、まあ、テンションというかそのあ急になんかえでも何も映れへんな何も映ってないからかレシピとかここでご飯作れるんですね多分あ僕はあのちょっとあのちょけたシーンというか明るいシーンというかふざけたシーンみたいなあのギ,ャグギャグシーンみたいなノリの ちょっと待ってくださいね。長老で生きたんで。デマン <laughs> ニードルアイね。やっぱしゃくれてますよね。あれ?。ああ、急にムービーからこんな、こんな切り替わり方する?。そう。 なんか、あの、2とかやったら、あの、名前、もう全然忘れましたけど、途中で、あの、おふざけキャラが出ていきたいとか、あったじゃないですか、そういうのもね、ずっと重たいんですよ、ずっと重たいです、終始重たいです、そこだけかな、僕が唯一、失礼ですけど、ここってカルト教団ですかとか、よう聞くな。 普通に聞きますそんなん誰々さんのとこ行って急にあのオタクカルト教団ですかとか聞きます <laughs> 長老すごいんですよってほんまや <laughs> カルト教団にもらわさないでよ <laughs> それにカルト教団じゃねえよあここで否定した <laughs>、ね、カルト教団の人はカルト教団って自分で言わへんめっちゃストレートに言いますよね。多分この子ももともとはこっちの人なんちゃうんかな

society here that is self-sustainable and uses what the station has to offer. But the engine that keeps everything running is starting. This causing harm to the very fragile artificial ecosystem that we need to survive. I don't know if I'm much of a fixer-upper, but I sure can whack 急になんか急に出てきたシャールなんか上から降ってきたみたいになってる。 うん、まずはこの人のシャールのまずはシャールの依頼を受けるとはいまあこれから徐々にここの町のえ依頼を受けて まあ話を進めていく感じかな。ちょっとガガジェットとかを早く手に入れたよな。話あ、ちょっと話することめっちゃあるよ。<あ>顔に顔に刺さってる石のことですがってあったな。ありが。 顔に刺さってる石目覚めたら顔,を刺さ顔に石刺さってたびッびスピックスなんで出て朝起きて顔に石刺さってたら刺さってるってい言い方があるやんね埋め,埋め込まれてる意外と聞いたことに対してあの長く喋ってくれるよね あんまり何言ってるかわからないですけど、言うてることいまいち理解できてないですけど、分ね、こね、リードもあんま分かってないな、今のフンフンはね。あのフンフンはあの適当に話聞いてる時のフンフンですわめんどくさいってますストレートやな、リードは。 僕はこれ今ゲームを介して言ってるからストレートに言ってますけど実際このおじいさんと話したらこんなふうには言えないですからねこれ直接面と向かって言えるのはなかなかですよ重い話もう重い話はいいよちょっと一回ちょっとえー、っとあ追加ストーリーねそうそれを期待してますなんかちょっと今度の追加キャラは ちょっと、なんかね、あれかもしれない。追加ストーリーがどうなるかですよね。ただね、僕まだ追加してないんですよ、3000ナンね。そう。実は迷っててね。え、場所どこなのあの人の工房。え、でも、あれ、 思いませんでした。いや僕ねゼノブレード3をあれ花の世話してますあ右に花咲いてるわ強くしてくれる花特別変異が起こることもまれではありませんこれ受け持つ感じかな 何か話したときの結構こう会話長いですよね結構ね。食べてくださいよ。入れんねやここ食べれ。食べられへんのかいええ、ちょっとあの工房場所どこよあ俺の方った。 あのアフロみたいな頭の上から降ってきたお兄ちゃんの工房がどこにあるかマップでわかるかないや僕あのゼノブレスリーねあのあれどこあったこっちかはいはいあの任天堂チケットで買ったんですよ スプラトゥーンの注文を受け取らなきゃいけないので失礼します。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。また見に来てください。来週もやりますんで。スプラトゥーンの注文。そう。ニンテンドーのカタログチケット買ってね、買ったんですよ。だから、まあ、5000円じゃないですか。えー、あれを5000円で買って、あんなゲーすごいゲーム五5000円で買って、追加、 追加に3000円払うってってめっちゃ思っちゃってねあれここちゃうんかこの下かそうほんでもう最初は買わないつもりでおったんですけどまあやってどっぷりハマりまして、まあ、買うんですけどただその買うにしてもちょっとね様子見ようかなって思ってはいててただ今回の追加キャラの話見てもやっぱ買おうかなとは思ってますけどねそ,うそこまでに飽きてたら嫌やしなと思ったんですけど その性格気に入ったよ何をせえっていうんやろね冷却システムの向きを変えなきゃいけないいやこれでもあれっすねちょっとこれはい 今日の配信中にちょっと1個ガジェットを取るぐらいまではきたかったっすけどね間に合わんな多分これせめてもうちょっとガジェット取ったりして進んでいって帰れないとこうなんかあんまりこのゲームをこう評価するには早すぎるんちゃうかなと思っちゃうんですけどね 荒野でお使いと見,見知らぬ人にいきなり会ってこんななんか野生動物がうじゃうじゃおるところにお使い生かすな何もんや表にバイオシンスバイオシンス式 バイオシンスシルクディスペンサー。バイオシンス,シ,スシルクディスペンサーを取ってくる。隙間を通ったりできるようになるものを作ってあげる。<laughs> ざっくりやな。それがガジェットっすかね。いや、あそこ間に合えへんわ。ニードルアイを入れて、もう通ればいけるよ。そうそう。 頭の整理がし、ね、庭でデズを探して荒野に行くそこでロボットから取ったものを届けてサイエンステーションに入れるものを作るで私がピンチを使う救うなんでそんなにいきなりこの子がそのみんなの命を救うぐらいのこの平和なマッチを助けるぐらいのバンバン剤 中でガラクタを見つけたらあっ、ガラクタいっぱい見つけてるよ。アップグレードできんじゃん。強くなる。えー、こんばんは。こんばんは。です。テッシーさん。えっ、ー、と、ミキヒトさんでいいんかなテッシーさん、動画をちょいちょい見てます。ありがとうございます。ライブに来たのは初めてです。よろしく,あよろしくお願いします。ありがとうございます。あの週末、基本ね、配信する予定してますんで、今後も入ってきてください。えー、横文字がもう入ってこないよ。あ 同じくです <laughs>。もう僕、横文字入ってきてません <laughs>。で、次何するかも今、いまいち分かってません。えー、っと、とりあえず、ガジェットっていうか、あれやね、えー、避難所に戻って、えー、不足材料を見つけると。はい。戻ろう。うとりあえず、だから、寄り道いっぱいできそうなんですけど、もう、とりあえずどんどん進めていこう。寄り道せんと。ちょとセーブだけしよう。 急にボスでてきて死ぬ人だけですよろしくあっ人さん <laughs> 勝手にあの MK をあの BKB みたいな読み方してしまいましたミキヒトさんじゃなくて MK 人さん人さんね人さんねなんかグラフィックだけでいい感じだけどそうなんですよいやこれね めっちゃ面白いと思いますよ。あの1200円でか今セールで、まあ、10月3日まで1260円なんですけど、1260円やったら全然買いやと思いますね。ちょっとラグったりとかあるし、まああのあああ今,今完全にラグったな。今なんか勝手にスルーって動いたけど、はい、まあえっとね一番はやっぱこの視点変更できない。あのそう なんで、ほんで、こうやってこう見えなくなったりするんですよこれ。ほら。で、ここに宝箱あったりとか、敵ができたりとかするんで、それはかなりめんどくさいですね。あと、こう、アップとか、こう、ほんまに視点変更とかあ、ズームができないんでね。実は、ノー、モータルコンバットあ、モータルコンバットね、はい、格闘ゲームのタイトルを名字みたいにつけてみました。あそういうことですね。モータル、ああ、なるほど。わかりました。理解ね。モータルコンバットね、ありますね。 で、どこ行ったらよかったんっけえー、マップ、マップ大事だな。え、どこやえ米、米印の行くとこないぞ。どこやあれ めっちゃ遠いんかな米印えあれ今まで散々ここ行きなさいよって教えてくれたあの米印がないそうグリグリ回転しないんですよ視点がそれがねこのゲームの今のところ今一番ちょっと不満点でも今2時間近くやっててまだ全然多分初めなんですよほんで これを見る限り、僕、だらだら喋りながらやってるっていうのもあるんですけど、まだね、これ、ほら、ガジェットとかも何もこう手に入ってない状態なんですね、これ。なんで、おそらく、だいぶボリュームあると思います、多分10時間とかでは済まないんだかな、と思いますね。 まあ、多分僕、これ、配信やってるからあれですけど、本番は多分もっと寄り道したくて、いろいろ人と話したことしたいんですけど、そんなんしてたら多分めちゃめちゃ時間かかると思いますね。ファミコン時代からゲームをしているので 3D 言いばかりするため、こんな感じのグラフィック大好き。あっ。ということは、同世代ですね。ただちょっとこれ今、今なんか急にめっちゃラグ,ラグってますよね。カクカクカクしてますね。急に。さっきまでこんなななかったんですけど。あのね、 僕も悩みなんですよ 3D 酔いするんですよ僕もあのね TPS は大丈夫なんですよまだこれ池って書いてるけどな米印がないんよなえー 迷子になったなぁ。ちょっと、けそうなとこ行ってみようか。ストーリーは楽しそうですよね。カメラだけだなそうそうそう。本当にね、ストーリーも楽しいし、まあ、ちょこのね、アクションも、ちょっとパズル的な要素もあるから楽しいんですけど、視点が唯一ね、カクカクしてます、ね、ネット回信で。あ、そうなんですよ。これネ,ネット回信じゃないですよ。ネットが、あのー、じゃないです。このゲーム自体が今、カクカクしてます。 ボイス切った自分は FPS ゲーム全然ダメでスプラゲそうなんです僕スプラトゥーンも酔うんすよちょっとそうなんですよねえちょっと待って何していか分からへんなった全然もうやれることが多すぎて急に目的あの教えてくれる米印がなくなってもう完全迷子です さっきまでこの不足部分不足材料を見つけよう荒野を探索してでしょでも荒野行く前になんかせい言ってたんですよでそれがこう目的がこの全体マップではあるんですよこの米がねだからこの避難所のどっかに行かなあかんはずなんですよえでも 目的地こっちかこれかこ,うなんかこっちに行けるとこあるけどこれかゼルダといってもスーファミケのゼルダのような感じで自分はこのゲームの感じそうあいやそうですノーヒントなったいやあのねこの米印がねマップ上に出てたんですよ次ここ行け次ここ行けててこれが全体見たときにはここのここのマップでやっていうことは教えてくれてるのにね避難所に米が目的地があるんですよ なのにこれをちゃんと見たら出てこないんですよ。なんでちょっといけそうなとこ、このカッターのナイフみたいな、カッターの刃みたいなとこ、え、なんか大事なもの見落としてるかなあらカッターの刃。 でね、あのさっき部屋めっちゃ暑なってきたんでクーラーの温度を1度下げたんですけど今度めっちゃ寒くなってきたな1度で1度で急にちょっともう行けるとこ行ってみようえ避難所庭 これ、避難所、そうか、これ、外出てるな。もう避難所から離れちゃってるな。え、避難所か、まだ。テッシーさんが時間がかかると言ってスルーしてる場所や、人とどんどん関わっていいと思いますよ。あ、ほんまですか <laughs> あ、やっぱりそうや、ここ行った監督やわ。こっち。こういうゲームは情報大事ですからね。はい。 あのね、そうなんですよ、情報大事なんですけどね、僕もあの、すでにね、あのー、配信で喋りに夢中になりすぎて、大枠のストーリー以外のストーリーがちょっと、あの途中の情報をね、もう、見失いつつあるんですよ。<laughs> 避難所で何かせえって言われたんですよ。あっ、めっちゃバグった。 結構これ今多分ここのね避難所が多分ねデータ多分重たいただこれあの買ったんですけど3.2ギガぐらいあったんでギガ数結構ボリュームありますよほんまにヨーヨーは結構かなりありました自分はこのゲームを知らないのでネタバレも何もできませんもちろんそうねまあ出てまらないんでねもうやってるっていう人おるんかな結構あれってちょっと待って 人が、寝そばやってる人が、階段の上、ふーってスライドした気持ちある頂上現象。あ、これ、カッター、これ、あ,あれか。チトセアメか。セーブポイントやな。そうなんそう。結構ね、ボリュームあって、僕、だから、消しましたもん。ダウンロードデータ。何個か。はい。まあ、一応ね、ちょっとごめんなさい。もうこれ あのゆっくりやりましょう、後日ね。後日というか、あの、はい。えっと、とりあえず、まあ、もう10時なんで、一応、配信はここまでっていう感じで、えっと、まあ、なんとなくこのゲームのニュアンスはつかんでいただけたかなと。えっと、まあ、改めてオープニングで喋った内容をちょっと話させていただくと、まあ、僕のこの WAV2 の配信では、今後も、 え週末にまあやるんですけど基本的にはこういう風なえインディのゲームでセールしてるゲームであの実際結構ネットで調べたりとかしてもあんまりどんなゲームかわからないゲームって結構多いんですよねでそういうのをやっていくまあ実際にこんなゲームですよっていう紹介していくかなと思ってますで今回のセールはかなり当たりやと思いますねはい これは結構当たりで、1260円やったら絶対買った方がいいかなと思ってます。おすすめです。はい。で、面白いんで、まだまだこれ相当ボリュームもあってっていうことなんで、はい。そうすう、一応ね、2時間ぐらいを配信で毎回ちょっと思ってます、はい。で、えー、そう、僕な、なんでこの、今回こういう配信しようかなと思ったら、もう理由があってね。 あの100円ゲームで今はもう多分100円じゃないと思うんですけどセール終わっちゃってるかなと思うんですけどマーモセットっていうゲームがあるんですけどめちゃくちゃ気になっててね調べても全然載ってなくてで評価は意外と当たりみたいなことがちょっと書いてあって YouTube で配信してる人もほんまにいなかったんですよでマーモセットっていうゲームね100円やったんですけどほんで買ってやったんですけどまああのいろいろね もちろん100円やったら絶対勝ってもいいかなっていうレベルなんですけど、まあ、不満もいろいろありつつみたいなのがあって、まあ、やっぱりこう、説明だけではわからんなっていうことがあって、こういうのをやってる配信があったほら、喜んでもらえるんじゃないかなっていうことで始めてみました。まあ、もちろん、流行りのゲームもやっていくんでね、はい、スプラトゥーンも選手やりましたし、もしかしたら不意にスプラトゥーンやったりとか。 えー、もちろんあのこの前、えー、この前とかさっきも意見になりましたけど、ポケモンやってくれっていうのもあったんで、まあ、ポケモンとかもするかもしれないんで、はい、そういう、ね、コメントをね、皆さん、えっと普段の配信とかで、このゲームの配信やってほしいですとか、このゲーム気になってるけど、どんなゲームか分からんからやってほしいですっていうのあったら、どんどん、えー、っとコメントに入れていただけたら、それを参考にやらせていただきたいなと思ってます。はい もちろん、毎、えーまあ、週火曜日と金曜日、えー、動画の方、配信もしてますんで、そちらの方も皆さん、えー、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、今日はね、記念すべく、7500人チャンネル登録者数が達成した日に、えー、配信ができて、本当に良かったなと思ってます。えー、もちろん、1万人目指してやりますんでね、皆さんも、えー、これからも応援の方、よろしくお願いします。ということで、えー また来週配信でお会いしましょう。配信、来週また何,何するかはまた決まってませんので、よろしくお願いします。はい、では、えー、今日の配信はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。皆さんまた来週もよろしくお願いします。えー、夜遅く夜遅くまでありがとうございました。失礼します。さようなら。